とんがった丸。よし、三本取り。そう言うんですよ。都内某スタジオ。あんま言わないですよ、そういうの。三本取りの三本目。いやいや、もうそれはもう。だいたい分かりますよ、うん、この雰囲気 で、ね、盛り上がってで、多分次の回はパンツが変わってますから、あ、3本撮りなんだっていうね、そう分かりますよ、多分。でもぐらいじゃないと日々ね、世の中は変わっていってますから。本当本当、ね、本当よ、はい、あのさ、ムカつくことって世の中いっぱいあるじゃない。ムカつくこと、まあ今僕意外とね、本当怒んないタイプなんですよ、ね、僕って。優しい、優しいっていうか、あの鈍感というか、あんまそんなに、まあまあいいやみたいな。え、じゃ夫婦喧嘩とかあんまないですか。むっちゃチューしますもん。むっちゃ何すんの。チュー、気持ち悪い、何すんの。なんやの。こいつマジぶん殴ったんだな。今久しぶりに腹立った。誰か手が来た。腹立った、こいつ。女ね、平井君が。いやいや、ほんと、なかなか怒らないですよ。今、むちゃくちゃ腹立ちました。チューすんの、小鳥チュー。小鳥チュー。どんなチューでもいいでしょうか、それは。何チュー、何チュー、何チューって何やろ、昔のヤンキーの前から。俺の中で。どこチュー、お金取られるんだよ。どこチュー、どこチュー。絡むな、そういうところで。いやいや、いやだからそんな僕は、あんまこけない。まあ、確かに、それそんな。なんかね、喋っても怒ったことないもんね。そのなんかわーとか言いますよ、ツッコミな感じでは言いますけど、イラとかしてる人いるじゃないですか、世の中で。いる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 、すぐ怒る人いる。すっごいなんかタクシーの運転手めっちゃ怒ってたりとか、なんかすごいね、そういうの見るとそんな怒らんでよくないって、うん、カーナビ見てさ、行き先が出てて矢印も出てるのにさ、間違えた運転手さんになんて言ってんの。あ、じゃあ違いますよ、違いますよ、これ左ですよって。嘘だ、そんな言い方絶対しないよ、そんな人間いないよ。なんて言うんですか。カナビ見ろやって言う。うわ初対面、いや初対面ですよ、うん。カナビ見ろやって言わない。いやー、まあ、だからそういう人います、そうやって言う人います。それってさ、なんとか波乱なんのかね、これ。なる、いや、なります、今。嘘だ、なりますよ。いや、もう全然今の時代は合ってないですよ。カナビ不適切にも程があります。むちゃくちゃあります。ちょめちょめ。いやいや、ちょっとドラマはいいです、ドラマはいいです。いや、ほんとめっちゃ面白かったな、あのドラマ。今ドラマの話するのかな。いや、違う。いやいや、怒る話を。いや、でもダメなんだ、あれ。いや、ダメっていうか、まあでもそういう人もいますよね、世の中には。だ、僕はどうなんですか、でもシータンは。私もあんまり怒らないです。女性でも怒ってる人いますよね、電車の中とか。女性ってやっぱこう、あのね、コンバースで結構イライラしやすかったりとかは、確かにそれはあります、うん。でも腹立つっていうわけじゃないですけど、ちょっと言うっていうか、言えない分、あ、体でかいから圧でいくんですけど、うん、僕、あの、まあ子供いるじゃないですか、うん、いるんですけど、3歳の娘がいるんですけど、ね、ベビーカーとか乗せてて、電車に乗った時に、まあ言うたら、あの、右側にそういう方専用の椅子があるじゃないですか、うん、ね、そこをかたくなにどかないおじさん。ああ、嫌だ。こっちベビーカーいて、で、ぶっちゃけうちの嫁さん今妊娠してて、でこの前一緒に乗った時に、あの、ちゃんとぶら下げてるんですよ、うんうん、ちょっとこう、俺はいいから嫁さんだけでもなと思いながらも、ずっとなんか腕組んでなんかずっとこうしてる。侍じゃないの。侍かもしれない。自分のベビーカーでさ、うん、そのおじさんの膝のところガンガンってやったらどけるよ、多分。でもそれだったら警察呼ばれたらこっちが悪い、ね、気が壊れてるから。こっちが悪くなる、こっちが悪くなりますから。ほんと、え、そうです。つま先踏むとかさ、だからそれで何かを与えてしまうと僕のせいになるじゃないですか、うん、あ、そう。それが背中やったら俺めちゃくちゃしますよ。ふざけんなよ。ガーって顔にやりますよ。どけろって。どけろって言いますけど、その初対面の方や、でもそういう時はちょっとイラッとしますね。まあそうだよね。だからまあちょっと体でこういきますけど。おー、そしたら気づくんですか。で、って言って抜いてくれましたけど、その時は。でも嫌そうな顔。でも、そうじゃなくてもスッと気持ちよくいけないかなみたいな。そのおじさんもものすっごいお腹痛いかもしれないじゃん。うん、の可能性もあんじゃん。まあまあまあ、それはすごい優しい発言ですよ、それ。いや、ありえるでしょ。でもありえるって思う人は
そうベビーカーでドン行ったらいいじゃんとか言わないと思う。確かに発想がもう嘘やもんそれ。いやそれはね、うん、盛り上げようと思って、うん、あ本当は今そのそんなんしないしない、かわいそうな痛い痛い。あじゃあタクシーの運転手が右ナビ間違えてても、うん、ああ右違うとかじゃなくて、うん、でナビ見てますとは言いますよ。ああそれだったらいい。あそれだったらいい。ナビ見ろやなんて、あの日本語の問題ですからこれは。日本語綺麗な日本語で怒りますよ。おお。ナビ見てます。ああちゃんとやだからそういう言い方するんですよ。いやさっきの言い方めちゃくちゃもう横暴な感じですもんね。それはほら嘘つき番組だからえちょっとほらおっいやこいつこんな番組だから作った会話するんですか。こんなタバルはそんな嘘をついたまま放送するわけですか。僕ら素直に喋ってますよ、うん、普段ちゃんとこの根っこの部分、うん、自分だけなんかそのキャラ作ってるんですか、うんうん、もういいかな。うわ、何だそれ。なんだよ今の。何今の。もういいか、いや。なんか腹立つな。分かった分かったみたいな。何ですか。違うのよ。あのね、はい、変な日本語が最近流行ってましてな。日本語は流行ってる。もうあの浸透してしまってみんなムカついてないかもしれないんだけど。はいはい。させていただきますとか。ああ。さあの、はい、よろしかったでしょうかとかさ。おお、はい、はい、ありますね。よろしこちらになりますとかさ。よくあのあはいありますね。お店とか行った時にもう多分5、6年前からこれ浸透しちゃってんですよ。はい、うん、ありますよね。させていただきますが僕一番ムカつくんですよ。させていただきますがムカつくの。例えばね、じゃ あのアイドルさんたちがね、はい、卒業しますと、はい、で発表するじゃないですか、はい、マイクの前で、はい、私なんとかは何々を卒業させていただきますって言うんですよ。おお、まあまあ違和感はない。なんで自分に対してそんな尊敬語謙遜語使うの？そ難しいよな。丁寧語と思うものがそういう言葉になってしまうんでしょうね。卒業しますですよ、自分の動詞ですから。まあまあそうですね、はい、させていただきますってなんかすっごい自分に対してさなんかペコペコしてる感じ。ああ確かに確かに、まあまあ、まあそう言われたらですけどね。スポーツ選手がね、ヒーローインタビューでね、うん、優勝させていただきましたっていう。ああはい、優勝させていただきました。いや誰かさんの皆さんのおかげで優勝できたんだったらまだ分かりますけど、うんはい、あなたの力で優勝したんだから優勝しましたの動詞ですよ。チームのさとか、うん、優勝させていただきましたはおかしいですよ。自分の力じゃないですもんね、うん、みんなの力、お客様の声援、そういうので優勝させていただきました、ありがとうございましたっていう言葉では、うん、違うと思うな。安藤優子に聞いてみようか。安藤優子さんだねここか。知らないんだからそういうことさんでしょ、ね、ここを丁寧にしなきゃいけないな。そういうところが一番まず一番俺が怒られるのはダメだと思いますよ、ね、ああそうかそう。いやだから僕が日本語で難しいのはすいませんとすみません。あここの使い方もちょっと。それでも大阪人はすみませんで済むからな。まあだから方言はそうですけど日本語としてすいなのかすみ、すみですよね。すみなんですね、正解は。そうだよね。すいませんはすいませんってあのお邪魔しますみたいなことなんですよね、多分ね。口はすいませんって言いますよね。文字だとすみませんって書くけど、喋る時はすいませんでしたとか、すみませんでした言いづらいですもんね。ここが日本語調子になっちゃうの。え桜田淳子みたいになっちゃうでしょ。どういうことですか。うるせえ。ねこないだねいやそのもうほんとね何ですか、させていただきますよろしかったでしょうか。どうでもいいって。どうでもいいか、うん、イライラしない。全然気にならない。ほんと、じゃあさあのファーストフード店とかに行ってさ、はい、何にも言ってないじゃん。自分の番来るじゃん。で、話しかけられるじゃん、はい、あの店内でよろしかったでしょうかって言われるんです、はい、俺さっきあなたと一緒にずっと喋ってなかったですって僕思うんです。まあ結論、うん、セナゴンはやっぱめんどくさい。めんどくさい。めんどくさい。もうそんな日本語ねよろしかったでしょ。多分見てる方も来い。ムカつかない？いるいるって、私の知り合いもいるっていう方がいたらコメントもらおう。こういう人こういう人大爆笑。
して俺終わりじゃないの。絶対あるから。